困難救助隊、初代隊長の黒田健一郎です。今日の2本目続けて、本当はね、今日見たテレビドラマか映画を語ろうかと思ったんですけど、まあ、おとといでしたかね、見てみたザ・ノンフィクション、あれのね、去年か録画しといたもの、あれを見たので、それに 語ります。それで、まあ、じっくりちょっと、今日これからおそらく見るであろう2時間映画かドラマか分かんないですけど、それは後日にしちゃうか、ちょっと元気が出たら、やる気があるようだったら今日また別個に、ちょっとね、今日は先ほども言いましたようにね、前のシリーズで言いましたように、シリーズじゃない、前の、YouTube で言いましたように、まあ本当はね、曇り時々雨なんですよ、今日の天気は。だけど、午前中、午後のことはちょっとどうなるか分かんないですけど、もう、まあ、占い師とかね、霊感師じゃないんで、あ、違う、天気予報士でもないんで、気象予報士か。でもないんで、今すごくね、今本当にね、太陽がこうね、本当は直射日光は見ちゃいけないんでしょうけど、こう黒いのでもね、やればこうぴっかり丸く見えるようなね状況になってますけど、まあ大体こう見ればわかるでしょうけどね、これね、まあちょっと映ってないとは思いますけど、ちょっとソーラーパネルでね、雲はね、まさか曇り時々雨って言ってたんで期待してなかったんですけど、なんか期待を通り越して、十分もね、こう日光浴できるんじゃないかと。それでまあ続けちゃおうってことでね、まあ困難救助隊っていうのは、まあ毎回言ってるんですけど、結婚したいのにできない人がいるって社会を変えてください、結婚したい人は結婚できる社会にしてくださいということなんですね。まあ LGBT とかシングルマザーとか、まあ、そういう人たちも結婚したければシングルマザーは再婚してほしいし、 できれば再婚しないで離婚を思いとどまってほしいし、まあ、LGBT だってね、でもそんなに異性愛の結婚、異性愛とこんがらがんだったら、そういう結婚に準ずるっていうか、準ずるっていうより別の制度でね、同性愛結婚とか、別に同性愛を、これもいい加減なんですよね、なんかこのカミングアウトして堂々とレインボーなんとかとか言って更新してる人もあれば、こう隠しておいてくれと言ったり、矛盾した派閥ですか、なんだかそういうのがくっきり分かれちゃってるから、わけわかんないんですよ。それよりもそういう人たちだって、だってね、むしろ異性愛者がね離婚したりだって、結婚制度があるのに事実婚とかね、結婚しないでいたりする同性とかね、そんなやつらがね、やつらっていうか、結婚しなさいよって今言いたいですけど、だから本当にね、今のマスメディアっていうかね、 YouTube の方が絶対人気出ますよ、今に。分かるわけないですもん、今のその高い給料もらっているようなテレビ局のね、人間とかドキュメンタリーのなんか子供の頃からスカートめくったりしてるようなね、女の子でもね、なんかパンツ売ってるようなね、そんなのがでっかくなって、こう面接でこうね、面接官とつるんでね、入っていくんでしょ、こうなんかこう女子アナとかね、ひどい場合は穴の字が、この女子アナの穴が違っちゃったりしたりするんでしょ、あれ。まあ詳しいことは分かんないですけどね、ちょっと調べてみたい気持ちありますけど、まあ女子アナっていうのはでも本当に美人が多いですから、私は女子アナは好きです。まあ、人間矛盾だらけですけど、だけど異性愛者が結婚できないっていうのは、これはおかしいですよ。1対1で出生の比率が、まあ、同性愛の人も1対1だとかね、だって昔なんか土井勝のテレビジョッキーだったら男女とか女男とか言えてたんですよ。今の方がよっぽどね、巧妙な言論統制で、今に何にも言えなくなっちゃった、なっちゃいますよ、これ。高倉健になっちゃいますよ、今に。
男は黙って札幌ビールとか言いますけど、じゃあキリンビールとかねえアサヒビールとか言えませんよ、これね。そうだ、ザ・ノンフィクションでね録画しといたやつが桐生ですね。桐生つったって現在日本歴代最速の2番目の記録を持つで世界日本記録も持っていたことがあるっていうか、日本人で初めて10秒台10秒0を切ったというね、桐生義秀ではありません、桐生氏の話ですね。確かなの誰でも分かるよっつったら申し訳ないですけど、まあ群馬県ですかね、そこのはっちゃんというおばあさんがいて、はっちゃん食堂の話ですね。で今コロナでね、もうなんか店じまいで40人来てたのが10人くらいになっちゃったりね、そんな話でね、今もまたなんか北関東でも まん延防止法ですか、マンボウとか言ってるやつ、あれをねなんかやったり、群馬もそうだったんですよ。で、はっちゃんはね、おばあさんはなんかすごいですね、なんか今80何歳、85くらいなのかな。でも80くらいの時って2回くらいね、コロナになる前にフジテレビのそのまあ悪い意味でなく下請けでしょうね、そのプロダクショングループっていうんですか、わかんないですけど、言葉が足んないんではですね、そこが作ったんでしょうけど、まあすごい元気な人で、ただ貧乏で、今も80代70代くらいがいるんでしょうね。なんか学校に途中で戦争もあってね行けなくて、戦争の後遺症とかね、飲んですぐ働かせてね、まあお茶屋も終わっちゃったっすけど、というと今日ね最後のこの土曜日のねまとめで終わるんでしょうけど、昨日実質的に終わりましたから、でお茶屋みたいにねもう小学生で働き詰めになって、話がすごいですよね、そういう人。だから松本清張さんなんかもね、まあいろいろ住み込みみたいなもんでしょうしね、わかんないですけど、まあ、朝早朝5時から夜11時まで働いたとかね、むちゃくちゃもう労働基準法がね機能しない世界みたいなね。いやいや、そんな中でね、でもご結婚されて2人3人お子さんができて、そういう面では順調な、で亡くなられたお父さんにね、こうお仏壇にこうやってお父さん行ってくるねとか言って、そういう夫婦なんかも良かったんでしょうし、お父さんちゃんと付けしてましたから非常に仲良かったんですよ。ただなんかプライドでね、息子夫婦だからやっぱり嫁姑なんですかね、わかんないですけど、嫁姑だって仲いい人はいますよ、これあんまりにねこう偏って、こう全部が全部じゃないですから、全部は嫁姑問題がないところもありますよ。で一人暮らしをしてるってことなんですけど、そんですごいのが、でちょっとひらがなとカタカナ書けんですけど、あとその小学校低学年くらいの字は書けるんですけど、それ以上がかなり読めない状況で、やっぱり年取っちゃうともう記録なくなっちゃうんですよね。記録ある人はもういますけどね、なんか60、70で、ね、中学や高校入り直す途中でね中退されてたから、戦争とか貧乏ね、で人もいますけど、放送大学100歳で卒業とかすごい例もありますけど、でもねやっぱりこう、まあ、勉強よりもそういう生活にね、スキルがでもね、仲間がこう新聞読んでくれたりするので、そういう工夫もありますよね。ラジオはあるしね、テレビはあるしね、だから誰も彼もがね、スキルっていうんですか、都会の人たちが言うスキル、技術をね持ってなくてもやれる人はやれるんですよね、負け惜しみじゃないですよ、まあ負け惜しみも入ってますけど、おそらくね人によって取り方違いますよ、これ負け惜しみじゃなくて本当にね、今にだってね、ちょっとここら辺にどこでもいいですけど、こ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 こじゃまずいかな、マイクロチップ入れてね、こう、こう喋ったのがこうね、AI がこうムグムグ言ってたらこう出てきちゃったりしてね、そしたら世界中の国語学校
語が喋れるようになっちゃいますからね。じゃあまあネイティブはネイティブで必要なんですけどね。でも日常的なね、そんなに研究者ばかりになる人じゃないですから、ばかりじゃないですから、でそう思ったらね、でなんとか今生きてられればね、その時の教育はしたわけですから。だって今の若い人と競争するわけじゃないですけど、今の人たちはもうね、小学生からプログラミング言語とかやりますけど、おそらく人によっちゃね、漢字の書き取りとかだったら昔の人の方が、だってね、まあ私らの時代にはもう簡略されてましたけど、昔なんかだって桜なんかね、木にこの貝が2つに女ですからね。今なんかなんか、カタカナのツになっちゃってますからね、桜がね。まあね、梅子とかね、変えてこじゃないですけど、桜子もね、昔作家さんでいたけど今何やってるんですかね。でウィキペディアとか分かりますよね。若い頃活躍してね、なんだかその後、なんかね、シジンジャランボーとかね、シルベスタスタローンじゃないですけどね、内容は分かんないですけど、シジンのランボーとか、ね、若いうちに活躍して突然消えちゃって何やってるか分からなくなっちゃった人とかね、まあ、はっちゃんが ね、50なんとかで、ね、ちょっと子供たちの手が離れた、あの子育て終わったらバイクでですね、原付バイクみたいなバイクで、あの日本一周しちゃうんですね。肝っ玉母さんだったんですね。だからもともと50から60年ついね、2週間くらい前のゴールデンウィークの頃に、私ちょっと勤務先の昼間にちょっとね、勤務先の時か時に勤務先地で見たんですよ、日本一周してる若い男が。で別のバイクの男とバイバイとかやってたんですけど、その後高速に乗っかってったみたいですけど、いるんですね。まあ、新型コロナの中でね、まあ、バイクだからまあ感染しないかもしれないですけど、でそれと同じことをね、50か40か60か分かんないですけど、50代だったのかね、なんか私なんかやり残したことないのかとか、子育て終わってからもっとやりたいことやるって言って、そのはっちゃんがね、日本一周しちゃったんですよ、バイクで。でいろんな写真 撮ってもらってね、こうね、いろんな、原爆ドームとかいろいろあったな、鳥取砂丘とかあったかな、これね、証拠写真じゃないですけど、記念写真を、ね、撮って一人で、まあ、旦那もすごいですけどね、やらせてくれたね、そういうのね、日本一周バイクですら、わ、私はもう1億円積まれてもやりたくないですけどな、積まれたらやるしかないかもしれないけど、1億円積まれても火星とか探索とかね、月には行きませんけどね、おそらく。今の技術じゃ前澤社長に任せましょうね。私はね、合力はタイプじゃないですけど、いや合力しか女が世界にいなかったら、ね、宇宙より合力さんを取りますね。前澤さんもね、やっぱり金持ちすぎてアホになっちゃったんでしょうね、だから世界の鍋圧みたいなもんです、今落語家になっちゃってね、3の倍数でバカになっちゃうよね。日頃は利口なんですけど、そういう人もいないとね、野口さんなんかね、私より年上なのに宇宙に滞在してね、ある意味、やる気のある人や疲れを知らない人はね、疲れを知らない子供のようにっていうのもありましたけどね、そういう人たちもいるんですけどね、身の持ったさんみたいにね、一生元気な人もいますね。紀州のドンファンもね、ああいうことがなければね、アホな女に捕まんなければ100超えちゃったかもしれないですね、はっちゃんはね、それで帰ってきてから、その途中で宿を7つも8つもこう、問い合わせてもういっぱいですから入れてくんないっていう
今の新型コロナの病院みたいな状況になっちゃったんですよ、大阪のね、それで途方に暮れてたら、あるガソリンスタンドの、スタッフさんが、じゃあうち止めてやるよって、まあね、テレビ東京のうち今晩止めてくださいじゃないですけど、そういう危険な真似しちゃったんですね、民泊もね、身の字もなくなっちゃったんですけど、新型コロナウイルスやね、まあね、もう昭和だって勇気があったでしょうでしょうけども、で奥さんとこうやってね、こう年下の男の子でも、まあ、おじさんだったんですけどね、40代くらいの50代を止めてあげて、それがすごくもう神様のように思って、それがきっかけで私もなんか人のために尽くそうと思って、500円ワンコイン食堂を開いて、で赤字が年金分の8万円赤字でこう経営してバイキングをやって、で多い時は40人来てて、で信奉する仲間とかね、ファンもできてたんですけど、新型コロナウイルスで閉めざるを得なくなって、それで悩んで、でもちょっとまたやってみようかなっていう2、3ヶ月休んだんですけど、今どうなってか分かんないですけどね、そこからまた厳しいですけど、でも80超えてやってましたからね、こう押し出しからこうね、こう買い物からこう調理までね、そういう給食みたいな調理をね、40人分ですから、すごいですね、気力のある人もね。私なんか元気が出てるのもね、まあ職場ではありがたいんで、こう真面目に働かなきゃいけないし、もちろんそのお給金も頂いてですね、だけど本当にこう、ああ黒田かけるだな、俺だなっていうのは、この今のこの YouTuber やってる状態なんですよ。実はこれが私の希望であって、本当はね54になるとこですけど、子供も諦めないんですけど、嫁さんがね来てくれれば、生涯ね協力し合えるね、いいね、誰でもいいってわけじゃないんですけどね、こじらせ女子が多くなりましたよね、でこんな救助隊始めたわけです。こう YouTuber とかやれない人もいるでしょうから、代表してね、結婚した人は結婚できる社会してくれよと、でアリコンみたいにせっかく面白いね、あの努力してレギュラー掴んでたのに、くだらないね、あのそういう援助交際上がりの、枕営業上がりの、なんですか、あのなんていうか、痴漢冤罪、なんだっけ、なんて言いましたかね、ガングロじゃなくてな、アダルトビデオ女優も平気でできてしまうようなね、女、なんていうの、ハニートラップ、大体ね、バカな男がバカな女にこう騙し騙されて、でちゃんとした奥さんが見下り犯つけるっていうね、奥さん傷つきますよね、旦那だって傷つき、女でもそんなのやってる人もいますからね、バレなきゃと思ってね、だからバキビキとかキノコとかああいうのとかね、原田龍二とかね、あんなのをね言っていいんですよこれで、それを罰にすっから世の中悪くなるんですよ、ただこれ YouTube さん信じたい、この YouTube さんは本当の言論の正しさっていうのをね、浅見光彦だって正義を貫きましたよ、ハッちゃんがすごいね、そういうハッちゃんなんかね、まあ仏壇に手を合わせてるんですよ、あの10年も前に亡くなったご主人、正確に何年か忘れたんですけど、そういうのが本当の女ですよ、ひらがななんか読めなくてもね、変な OL になって、あの出世競争に首突っ込んでね、あ社会会社のために身を尽くしちゃって結婚できなかったなんてね、ほざいてるようなバカな女とは違いますよ、はっちゃんは。ひらがな読めなくたって、あの自分でね、年金で赤字分を補填しながらね、仲間を作って食堂やって、あのバイキング500円という恐ろしいことをしながら、80過ぎてもこう休職してね、休職っつったってあれですよ、あのあれですよ、クジラの肉とかね、プロパン、あと何でしたっけ、あのかき揚げとかね、なんかいろんなの出ましたね、ソフト麺とかね、懐かしいですよね、なんかこう
醤油味でね、なんかこうナルトとか乗っかってる卵とじみたいなのね、うん、ね、マーブリンとか、私はねご飯糖だったんですけど、まあ、パンもじっくり味わってみると美味しいんでしょうけど、私はご飯糖だったけど、そのうちね月曜日だけが弁当ね、とかね、なっちゃったりしてたんですけど、まあ確かに、なんか私の記憶は曖昧ですから、ちょっと、うん、正式には記憶のしっかりした記録とかしてる真面目な人にしっかりした人お願いしたいですけど、ね、私はアバウトになんかそんなこともあったよなって、とにかくね、いい女だったらいい男だったら不倫しません、援助交際しません、アダルトビデオ男優女優にはなりません、離婚しません、結婚します、離婚しません、子育てします、夫婦なんか仲いいですよ、うん、そういうね、人が少なくなっちゃったから、こうやって結婚難問題とか少子化とかなっちゃって、だって中絶なんて20万人もいるらしいです。で、あのバカなね、あの頭のいい人たちは自分たちでやってるからって、そういうのをこう放送禁止用語に巧妙にするんですよ。私の言ってるのは本当に正しいと思いますよ。中絶だって、だってしなかったら生まれてんですから、殺人と同じじゃないですか。これもね、法律家がバカだから、まだ人間じゃないからって、なんだお前、だって卵子と精子がこう受精して人間じゃないのかってね、狂ってますよ。それで私みたいな方が粉飾控除されちゃうんですから、あのカットされちゃうんですから。で YouTube さん、俺は信じたい。 YouTube さんが本当にいい社会、引いてはね、社会、日本がいい社会になれば世界もいい社会になりますから、いい日本、いい社会を取り戻すためにはいい時代もあったはずですよ。またそういう地域もあったはずです。それ、そのためには変にね、いいことを削除しないで、で悪いことは削除されないで残ってる人ありますから、ごまかされないでください。日本 YouTube の皆さん、社員のスタッフの方々、よく考えてみてください。この時代でいいと思われたものが悪くて、この時代で悪いとか思われたことがいいってことはあります。戦争時代がまさにそうでした。当時は戦争がいいって言われてましたが、今じゃ逆になってますね。でも今も内紛とか戦争やってる国があります。とにかくだから今は男と女は生涯愛し合う、そういったパートナーを見つけられた人が一番幸せです。人生で幸せです。そしたら生活できるだけの、うん、まあ、チャップリンもスケベだったですからバカですけど、チャップリンはね、まあ、バカで笑わせるのが好きだったんですからしょうがないですけど、あ、しょうがなくないんですけど、芸人だって本当はダメなんですよ。これはあの不倫とか浮気はダメなんです。そういうのに惑わされずに、一人の素晴らしい協力出会える異性と出会った人が幸せなんですから、そういったことを困難傷対黒田たけるは、小袋の黒田じゃないんで続けてやっていきますんで、どうかブロックせずにですね、消さずに、こういう YouTube を残してください。こういう YouTube が増えてください。結婚した人は結婚できる社会にぜひ日本がリードして社会を良くしてください。お願いします。